さあではマイクラ続きいきます。さあやりたいことはたくさんある。腹が膨れへん。人参食うても腹膨れへん。どうなったんね。まあいいや、ちょっととりあえず、下とかをちょっと確認しまして、このボタンを置くといいってあのコメントいただいてたんで、それもやりたいんですけど、まあ、少々待ってね。ティーン。ゴミ捨て場を作るために溶岩も取りに行きたいなと思う。いろいろあんね、あの本を周りに置いてそのエンチャント力を高めるっていうやり方をするやつをやりたいのよ。エンチャント激しいやつなんて気になるからね。まあ、いろいろほんまにいろいろやりたいことは全然腹膨れへん。マックスにならへん。なんじゃこら。溶岩を回収しようかな。おう、来た。湧いてる。これ湧いてしまうからやっぱ明かりを置いとかないと中途半端な湧きを誘発してしまいますね。バケツで溶岩をくみくみ。オッケー。暑いでこれ。いや、持つわ。激熱やでこれ。ええけど。あ、そうや。ほんでトロッコも作ってみようかな。一回、チェスト付きトロッコ作ってみようかな。どんな感じになるのか。それで運びゃいいじゃないっていうね。ゴミ捨て場ちょっと作ってみていい？仮に。こう。あ、これ消えてまうんや。増殖させることはできひんのかな？ここの一箇所だけか。とりあえず上持っていこうか。ごめんなさい。上持っていくかどうしようかな。まずは上持っていこう。これ？ボタン。ボタンを。のどかしだった。ボタンをここに置く。で、乗ってこういうことかな。あん。なんか違うな。いや多分ええとこついてるんやと思うんですけど、多分なんかが違うね。そうじゃなくてみたいなことを言っていただいてるのがもう聞こえるレベル。今聞こえたね。だからまるところのここにブロック置いてなんですけど、ここがちょっと高さが上が低いので、ちょっとまあ後でやろうか。こうするのが一番いいですよね多分。ちょっと待ってね。こうでしょ。
てここでピタッと止まるように、ここでまあ止まりますわ。でここにボタンを置くってこと？乗る。なんかいまいち分かってないな。なんかこのボタンを押したところでその動力がないもんね。ちょっと勉強しますわ。まあとりあえず止まるのは止まったからこの形で別にええねんけど、いいっちゃいいんすけど、はい、おし寝よう。ちょっと喉おかしなったくしゃみで、うん。では次、返す刀で取りに行かないといけないので重要そうなものはまずはちょっとここに置いてですね、溶鉱炉とか。溶鉱炉とかまどはどう違うんだろう。一緒やんね、意味合いは別に。これは明らかにほらブレイズパウダーを使って瓶にこう叩き込むっていう、これはポーション作りですよ。これはねほぼほぼ間違いないと思う。ポーション作りをするマシーンやと思われる。CD 聞きたいね、これ。418キャット。両方とも418キャットやな。418キャット好きやな。バンド？ 418 キャットっていうバンドなんすかね。ダイヤ使ったっけ？ちょっとかけるか、久しぶりに。ジュークボックス。こういうのは惜しまないですからね。久しぶりにちょっとゲットした CD でもかけますか。なんで418キャットばっかり手に入るの？前もそうやったんですよ。418キャットでしたよ。なんかあんのブランドみたいな、ほんまに。ようわからんな。よし、次の冒険は結構、しんどいものになりますので、なくしたくないものは持っていかない方向で。ですね。で、ネザー要塞まで行くってことです、要は。そうですね、ネザー要塞まで行くってことやから、テッツルかっこいいね。ちょっといいね、この一瞬置いてからクッと鳴らす感じ。テッツルと、あとあれっすね、金装備を持ってかないと。なので直してみようか、工場で取る、直したよみたいなことですよね。キンキンキンと。で、盾も持ってって、まあ死んでもいいというスタイルでいこう。一応止まったので、ここでこっちに帰ってくる。ベッドを移動してないから、こっちに帰ってこれるのはもう確定なので、まああまりビビらず行きたいなと思いますね。あとはエンチャントしていきましょうか。エンチャントの本棚のやつは本当にやるのはやるんで、これも分かったんですよ。これも意味が分からなくて、耐久力1ハテナね、で複数エンチャントが入ってる場合もあるんですよね。でそれはなんか管理できるみたいで、まずここでやったら多分耐久力1が出るよみたいな意味らしいんですよ。でさらに3とか高いものを使えば使うほど複数の能力がついたりする場合があるらしいです。
でも鉄とかは正直レベルとか持ったないからもうやらなくてもいいみたいなことが書いてあったので、エンチャントのところに、まあそれに従おうかなと思います。基本はだからもうダイヤモンドにエンチャントかけてくって感じでいいのかなという感じと理解してます。はい、あとはトロッコをもう一個ぐらい作っといた方がいいのかね。そうですそうですトロッコ、まあまあいいか、とりあえず鉄不足が深刻やからね、これで持ってって鉄失うからいつももうバカがっていう。こうやってこれかチェスト付きトロッコあったら便利な気はするけどな、移動に関しては。ただ正直あんのはチェスト付きトロッコでもトロッコの中に入ってるものをこう入れたもまんまの状態でこうチェストを運べたら一番いいんですけど、それはさすがに無理やねんかね。あ、もう音ならへんがな、音なれはよ、もうもう一回音なれ、帰ってきとるかな、わし音好きやから音鳴らしたいわ、もう一回鳴らしていこう、ノリノリでいきましょう、キャットキャット、ポンポポロロポンポポロロ、よしではいきますよ。ゴー、エンチャントじゃない、ネザー要塞を目指すので、少々お待ちくださいよ、きっちり見とかないとね。ネザー要塞側の座標を見るのを忘れているね。はい、バカですね完全に。大体分かってるんですけど、大体はまずはトロッコ乗ります。あっち側から行った方がいいので、さあ大冒険の始まりだ。途中で線路もこれ途切れてるかもしれないですね、ガストのガキに行かれてるから。ちょっとね、火で壊されないように工夫したんすよ。そうそう、思い出した、もうだいぶ前なんですけどね。それもほら、だいたいこの右ぐらいの角度からバシって狙われることが多いから、だから一応ちょっと工夫して、意味あんのかないのかわかんないですけど、一応このガードを作って、さあ、では行きましょう、独自のルートで。ビターッと通したいんだよね、ほんまは。ほら、線路通したいんですよ、ほんとに。だから一応準備はしてんのよ。ビターッと行って、ただここがね、ちょっと無理で、まっすぐ行くのはリスクが高いと。ここまでは来れたんやけど、そこの下につなぎたい、あそこにね、あそこまで線路をつなぐことができたらさらにいい線路になるんやけど、ここちょっと工事しようかな。ネザーレック持ってきてないな、次回やね。ここ結局飛び降りるんですけど、よっ、ここをあの上の線路とつなぐことができたらすごく楽ではありますよね。
でここの辺までなんですけど、ここ絶対あそこで落とされるんですよ、スケルトン野郎がおるんで。だからできればもう上がっていきたいですよね、ここね、ほんまは。まあ無理なんですけど、今回は無理だから、素材持ってきてまたあのやろう。それはここが豚の要塞の裏側、裏手になります。ここでねスケルトンがおるんで、どうしても弓で撃たれてあの落ちるんですよね、下に。狭い道行ってるとなんちょめんどくさい。そのルート行きたいので、とにかくこう行き来しやすい快適なですね、その快適なネザーをっていうのが私の願いですから。ネザーをもう自分の庭のように扱うというのが私のその願いなわけですね。これこんなんでいいのみたいな、ネザーこんなのでいいのみたいなね、そういう感じでいきたいんだよね。痛い、ここ無理やり上がっとんな。ちょっと要チェックが必要やね。ダメですね、これ社員さんに見つかったら、こんな適当な上がり方社員さんに見つかったら怒られるんだよ。これダメですこれ。お客さんに対してそのなってないからの上がり方が、最終的に線路引くっていう気概が感じられない。一直線で行くから、でこういうところもユーザビリティが悪いよ。こうやっていけば、こうやっていけば線路にお客様がすぐに到達できるのに、こうこうね。こうでしょうが。こうも悪いよ。途切れてるよ。こうですよ。ここからどういったんやろね。この辺から多分、フリーにしてんちゃう。フリーはあかんねん。大丈夫。ああ、フリーじゃないわ。いけた、いけた。フリーダメよ。ユーザビリティ上げていくから。こうよ。合ってますね。こう行きましょうと。よしよし。ある程度まではやっぱり、ちゃんと作ってはきてんねん。途中からやっぱ敵がね、きついところでね、この、線路計画がね、頓挫するんですよ、やっぱ。この辺からはもう自分で歩いていってんちゃうかな。ちょ、無理やねんね。どっち、こっち側に行かないといけないね。言うてネザーでもすっごいやっぱ遠いので、なんぼ距離近いっつったってやっぱ遠いから、それにやっぱしんどいエリアが、あった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 、つないでるな。しんどいエリアが多いんですよ、とにかく。繋いでるね。こうはしごないとダメよこれ。ネザーにはしごを置く男。はしご作りたいな。めちゃくちゃ危ないところも多分行ってっから、
快適にね、少しでも快適に行けるようにちょっと調整します。まあ、何度も何度も多分通う道なので、ほらここや、作ってんのは作ってるよね。だからそうやね、こういう自分が作った行動を絶対無駄にしたらあかんっすよね。今までほんまにそうやわ。毎回毎回新しい行動を作っては、そのルートをこうなんていうかな、作り直して作り直してみたいなことをやってしまってるからダメなんですよ。鉄道計画もそれ破綻するわ。これなら、まあ、分かりやすいっすわ。来た来た、ここ終点と、でこっち側に上がってんすよね。ん？おった、見つかった。あ、見つかったね。ちょっと待って、どこから下に降りたんだろう。危ない危ないぞ、ここ鳴ってないな、建築が。ほんまに危ないわ。初めて姉さんに来はったお客さん落ちはったらどうすねん、ほんまに危ないな。もう来とるし、なんなんこいつ、ほんまなんで一発で倒せないの。こっちから来たのか、ここっぽい、ここっぽいかな。最終到達地点、いや最終どっから抜いたんやろ。あのこれちょっとね、慎重にいきたいです。こう結構殺されるから、まあ、まずやっぱネザーゲートにちゃんとたどり着くことなんで、そんな遠くに絶対作ってないはずだから、降りたところに作ってるはずなんです。だからちょっとよく見て、こっちか、うわっやべ、あった、あそこやばいね、ほんま。よし、これでオッケー、帰ってきたぞー。でも多分ベッドがないんすよね。余っとる、おい、なんかご飯あげたいな。あー待っとる、あそこベッド上に置いてるんですよね。よっしゃ、よーし、これで多分もう間違いなく行ったと思う。ワンスも待っとったし、最高だぜ。ワンスたち、ただいま。めちゃめちゃ待ってたやろ、悪かったな、待たせたな。マジで悪かったな、ワンス。待たせましたわ。尋常やない鉄の量がやな、レール。まあ、いずれ、いずれ計画しよう。ということで、ただね、ちょっとやっぱり安全面に不安ありやね、正直。あれ？
あれ？ブレイズロッドが一本もないな。あれ？記憶がわからない。え、俺ブレイズロッドどっか持ってったんか。まあまあまあいいっすけど、まあまあ回収しに行きゃいいんですけど、あれ？ちょっと記憶が定かではないな。ちょっと置いていくよ。取りたいものがいくつかある、まあ、ブレイズロッドもそのうちの一つもちろん。し、いきますか。これで怖いもんなし。あれ、ブレイズロッド7本ぐらいブレイズパウダーに変えたのは覚えてんねんけど、どこやったんやろ。アホや、どっかやってるやん。アホっすやん、マジで。これね、こっち行くとね、そのすぐ戦闘激化することになるんですよ。だからちょっと怖いっちゃ怖いんですよ。こっちのルートを固めて、なんかもう敵出てこへんようにしたいんですよね。あと、あの植物みたいなやつ取りに行きたいから、あの大きな部屋狙いましょうか。めちゃくちゃオンでキモ、気持ち悪いぐらい。俺はあいつ倒すか、まず。わあ、めっちゃおるな。ここの敵らね、やる気満々すぎてマジ怖いね。やる気が密やから、もう本当に。暗い。知らん。お、まだ取ってなかった。金のやつあったわ。あ、そうです。暗黒界ウォートも欲しいですよね。初めての箇所がまだあったとはね。終わった、あった角に。あるある、ダイヤある。はい、ダイヤとか隠し持ってやがる。近い近い、近くにおるな。これ迷子なりそうっすね。出た出た。ここは待ち構えて、ロッド貸せや、ロッド、ロッド落とせ。暗くてよく見えない。なんやかんや置いたんね。あ、あれ暗黒怪ウォートじゃない、あれが欲しいんですけど。ちょっとこれ嫌やな。上溶岩ぶわ来てる。ブロックが必要か。巡回してやがる。
これ多分育てた方がいいと思うんですよね。育てるって書いてあったと思う。暗黒界ウォートとは何ぞやと思って、なんか結構重要なアイテムっぽいのよ。あー黒曜石入ってる。あー帰れへんなった時かな、のためにかな。お前らなんか負けへんぞ、おら。よっしゃ行け。あ、あったあった、ダイヤの、ダイヤのバレー、バレーって呼んでいいのかわかんないですけど、と馬乗るやつ、アブミセットみたいな、クラ、クラセットみたいなやつ、これ、これを馬にセットすればいいのかな。なんかそんなようなコメントもね、いただいてたような気がしますね。馬にセットして、で馬を乗りこなせみたいな、移動が速くなりますよみたいなことを言っていただいてた。馬に乗ったら移動が速くなるっていうのをね、なんかどなたかが言ってくれてて、ちょっと試してみようか後ほど。おっとおっとおっと、めっちゃボコられた、めちゃくちゃボコられた。なん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 、いいよ、何度でも何度でも行くだけだから。私はどうぞどうぞボコってください。回収しに行きましょうよ。っていうかまああれやね、ブレイズロード出ないな。ブレイズロッドが出てくれないんだが、おい貴様、でしたね。出た、やっと一本出た。オッケー、嬉しい。こっち行ったんやったっけ。すごいね、ちょっと暗くてごめんなさいね、画面暗いですね。回収、え、もう持ちきれない。重要なものは金の剣とかは別にそこまでいらんから、ちょっと鉄剣に変えといて、よし、とりあえず一通りは見たのかな。いやー結構でかいな。ここも行きましたよね、多分行ったと思う。すごいな。ですよね、一応一回は行った後に何か印がしたいな。松明ないもんね。あったあったあった。一度は行きましたよということで、右壁にじゃあ
壁に。これね、ここは一回は行ってるんや、多分ね。キノコが生えてるから。なるほどさ。OK。 しのいだ。ロッド4本取った。ここはこれ以上はなしか。上があるのか。落ちた落ちた。くおい、なんなんだてめえは。しゅ、落ち着いたか。よし、落ち着いた。制圧。暗い。よし、こんなもんだろう。帰りましょうか。ブレイズロッド5本。上等じゃないですか。いらんも燃やしていこうか。落ちてない。あれ、暗い暗い。階段で上上がるんですよね。画面が暗いです。イエス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 。あとどこから来たかを確認しとかないと。ですね、見下ろす形のところにいたから、どっか、いや下から来たんやんね、多分。なんかようわからんところからこう来て、結果襲われるみたいな。あの辺から生まれてきた感じやな。つけないと、スケルトン的なやつにバンバン襲われて終わるから。どこ、あの上の座標が知りたい。どっからここに降りてきたっけ。あっち側か。こっち側でしたっけ。最後の最後がどの方向から来たかがちょっと自分的に定かじゃないんですよ。どっからポコーン下に降り、降りてないよな。斜めにボコボコって上がってきた感じやねんな。映像を見ないと分からんかも。で、その帰り道ないことにはダメなので、こっから持ち帰ることが重要なので、
まあ、ネザーで持って帰るのが絶対早いからね、もう間違いなく。どこなんやろ。喧嘩売ったり喧嘩売らんかったり。可能性としては上からじゃなかったと思うんだな、下からやったと思うんだな。実績が解除されました。U はどこからネザー要塞へ。マジわからんな。 OK、 まあ持ち帰りミッションが最も難易度が高いと思っていて、この通常世界、通常世界から持ち帰るのはやっぱりだいぶ遠いし、あんまりやりたくないんですよね。やっぱさっきの鉄道というか、まあ、ある程度道を作ったあのルートから帰りたいなと思うので、まあちょっと自分でも動画をちょっと見返してルートを確認したいと思います。で次回とりあえず持って帰るということ、ブレイズロッドを持ち帰るというミッションに挑戦したいかな。持ち帰るべきものをちょっと今から精査しておきましょうか。ですね、まあダイヤ装備、ダイヤ装備で、このこれも持って帰りたいな。で、これ暗黒海ウォートですか。この辺りを持ち帰れたらなーって思うんですけど、あとはそんなに多分重要なものってなくてですね。まあそうですね、ないね。どうした、バグった。ビラビラなった、ビラビラ。はいはい。で、ポンポン。頭もポン。胴体、服だけが。バグってる。服がないので、服金着て。まあ、この辺置いといていいし。そうっすね、必要なものは、そうっすね、まあダイヤモンドのツルハシぐらい、あの外の箱に、ネザーの箱に置いてあるので、それは回収するとして、あとは持って帰らなければいけないなっていうのはもうこんだけっすね、こんだけやね。これでも勝負やね。次回。あそこのルートさえ、行ければ。で、あとはそうやな。ネザーレックとかをちょっといっぱい持っていっとけたらいいのかな。ロードおかしなってるんで。道筋、帰り道を作るっていうことも考えないといけないので、まあ、ネザーレックは64、2つ持っていっといて、
ですかね。こんな感じですかね。うん、まあ、線路引くっていうのはまだ全然ちょっと気持ち的に早いので、じゃあ、次回とりあえず、メイン拠点もしくはサブ拠点、まあどっちでもいいんですけど、まあ要はメイン拠点エンチャントの可能性のあるあのメイン拠点の方にですね、戻って、戻ります。はい、戻ります。ので、そのためのちょっとルートの最終確認を一回動画見てしてこようと思います。で、改めてスタートするという形でいきます。では。